それではここで野生のシャチの狩りの様子をご紹介します。大型画面をご覧ください。こちらは南極のロッタイです。氷の上でアザラシたちが休んでいます。ここに住むシャチたちは群れの仲間と協力し、タイミングを合わせて大きな波を起こし、氷の上で休んでいるアザラシを海の中へと落として食べてしまいます。このようにシャチは波さえも狩りに使う、とても知的な動物なんです。さあここからはそんなシャチたちのダイナミックな姿をご紹介します。まずは左側のプールにいるステラ、早速ジャンプへと向かっています。ステラの現在の体長は 5.2 メートル、体重は 2.2 トンもあります。ぐいぐい勢いをつけて豪快なジャンプ。